麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の日吉達也です。ただいまより女流プロ麻雀日本シリーズ2019の模様をお送りします。解説は山田博之、勝俣健二が務めます。お二方よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。女流プロ麻雀日本シリーズは各団体のトップ女流プロを一堂に会し、その頂点を決するタイトル戦となります。2018は魚谷由美がその頂点に輝いています。それでは初めにルール説明から参ります。一発裏ドラあり、赤ドラはありません。クイターン後付けあり、途中流局はなし。順位点はトップからプラス15、プラス5、マイナス5、マイナス15、3万点持ちの3万点返し、親の上がりやめはありません。続きまして選手紹介をしてまいりましょう。はい、まずはこの方、第17期女流ジャン王相川恵、トータルポイントマイナス 99.8、 第12位です。続きまして第9期12期プロクイーン和久津明、トータルポイントプラス 33.2、 第4位です。続きまして女流プロ麻雀日本シリーズ2018優勝魚谷由美、トータルポイントマイナス 34.9、 第9位です。そして最後は女流プロ麻雀日本シリーズ2017優勝二階堂脇、トータルポイントマイナス 78.4、第11位です。以上4名での対局となります。対局の準備ができているようです。では11回戦を開始してください。よろしくお願いします。はい、ただいま立ち合い人友竹正治の合図により11回戦が開始となります。改めまして11回戦はチーチャから相川、ナンチャ和久津、シャーチャ魚谷、ペーチャ二階堂脇の並び、トンの一曲ドラはチーソーです。さあ、いよいよ後半戦に突入します。第10回戦を迎えることとなりました。それぞれダチャンスにも、差が出てきてはおります。まずは山田プロ、はい、この11回戦見どころとしてはいかがでしょうか。そうですね、11、12位の二階堂相川は、はい、そろそろきついですよね。特にもう5回目と4回目ですか、そろそろ6回目と5回目ですかね。6回目と5回目、あと残った回数も少ないので、かなり前がかりになってくるんではないかとは思いますね。はい、こう二階堂脇なんていうのはこうかなりディフェンス力が強くてバランスを取ってる選手、取った打ち方が特化してる選手だと思うんですが、やはり回残りの半チャンスも加味するとそろそろ攻撃的な麻雀になってくるという予想できますか。そうですね、いつもより踏み込みは深くなるんではないかな、変えてくると思いますけど。はい、さあ、トンの一曲ドラはチーソー、こちらが大谷、そしてこちらが秋です。ピンズで一メンツできています。ドラの勘チーソー受けがある。そして相川は勝負手のドラチーソーが統一。さあ、勝俣さん、はい、この相川もその秋と同じような状況にはなりつつあるんですが、まあ、残り4戦で3勝は必要かなっていうぐらいのポイントですよね。4戦で3勝というとかなりこう厳しい条件には見えますが、まあ、さらにね、残った1回も2着とかじゃないときついですからね。もう1回たりとも3着4着は引けないなっていうぐらいのポイント状況だと思います。はい、そして親番でこの手となれば、ちょっと今映ってるのは和久津の手ですが、相川としてはこのチャンスは生かしていきたい。さあ、魚谷、ここは管理案そのターツを払っていく。先ほどね、ヒロさんがおっしゃったように、はい、やはりアキさんも勝負手が入ったらしっかりと前に出なきゃいけないポイント状況なんですよね。でそのアキさんが上茶にいるので、はい、多少無理めな仕掛けとかも成立する可能性が高いなっていうふうには思うんですよね。そういうとこも踏まえた戦い方をしてくるのかなっていうふうに予想できます。はい、それぞれのテーマを加味すれば、そうですね、逆に言うと和久津さんだとかは、はい、そのギリギリでは安全を追うかもしれないですよね。そのもちろん勝負手が入ったら攻めるんですけど、はい、押すか引くか難しい微妙な手だっていう時には手堅くいく可能性ありますけど、まあ、選択の幅が広いと、まあね、いうことですね。さあ、こちらが秋、お単品系でまとまってきてるぞ。そうですね、打点も見えてきました。そして相川は前順ウソを引き入れ、前前順ですね、引き入れいい形になってきた。これでさらに手広くなる。秋さんのね、今の初切りとかが、はい、その攻撃的になってる部分ですよね。数万先に打って何らおかしくない手形なんですけど、確かにチーソーを引いて完全インシャンテンに受けといて、数ピンとか2ピン引いた時にもう一回選択できるだとか、はい、お、
ここはローマンを仕掛けた相川が換算ピンの天杯を入れます。9万はバニ2枚切れでしたが、ここは両面から仕掛けていった。そうですね、やはりトップの欲しい相川さんが両面地、はい、しかも9万はまだ2枚しか切れてないということを考えると、かなりドラドラの可能性が高いなっていうふうに考えますよね。うん、親とはいえ驚異的な両面地に見えます。そうですね、この仕掛けにはちょっと勝負形でないと踏み込めないのかなと。はい、例えばこの秋の手はドラが引けたりすると一気に勝負手に変化しそうですね。で、そのドラは相川さんが統一以上で持ってそうと思うと、うん、現段階でも引くっていう選択が取られておかしくないですね。うん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 、ドラこうなってますね。ああ、本当ですね。チーソーが入っていた。そのチーソーは枠津に流れる。枠津は想図の本一模様。さあ秋これでどう打つか。まんずいくよりしょうがないですね。うん、3番は現物です。この相川の換算ピン現状山には残っていない。ウーピンを引くなどの変化が欲しい。トンは切らずにペー、これはションパイでした。さあ魚谷 1,2,3 の見えるイーシャンテ、あ、これ3ピンが一瞬浮くような形。そうですね、若干危なく見えますね。まあでも同じ理由でね、やはりドラが期待できないっていうことなので、チーソーから入らない限りは勝負にならないかなっていうふうには思いますけど。うーん、おお、来た、いいシャンテンだ。面本いいペーコー含みパーソーが急所ですが、2枚ほど残っているか。1枚ですか、ね、1枚ですか、はい、これはシャンポンですか。あ、両ピンが2枚切れてる。いや、このチーピンもかなり強く見える。そうですね、うん、やはり今のチーピンでね、その前のチーピンですか、はい、まあ、枠内さんは警戒になりますよね。さあこうなると火の手が2箇所。 そ、ね、その枠内さんも見ながら、だからこの難もね、一瞬考えてかなり、はい、警戒しながらの打ち出しでしたが、ここで枠内が仕掛けてカンパーソー。三蔵も強いですね。もうこれは天杯に見えますね。うん、本一に見えるでしょうか。断定はできないですけど、可能性はあるなっていうところですよね。うん、そうですね、しかも絶対高いっていうことから逆算すると本一なのかなって。なるほど、問い問いもあるかもしれないけど、はい、地風の難を仕掛けた枠津です。このカンパーソーも山にない。お互いが順からです。相川枠津の上がり幅は山にはありません。秋はチートイツのいいシャンテン、変化が起こらない。パーマンは2枚見えているので安全ですけど、取ったことですね。うん、ウーマンは前順は靴が切ったところ。これは2人天杯での流局が濃厚となってきたか。まあ、遠くに上がりたいのはこの相川。官老層に変化。まあそうですね、相川さんに安全な方ですよね。うん、この老層も山にはありません。うん、秋物王天難しいですね。現物がなくて数ピンか数万ですか。チーマンはどうって、まあ、馬にちょっと出しがあったのか。ピン中筋、これが配定になります。トンの一局は相川枠津の2人天杯で流局となりました。相川ドラ統一のチャンス手ではありましたが、上がりには至らず。トン一局ボンバ連チャンには成功しました。ドラは小さそうです。終わった、後輩っぽいっぽい。ああ、いいですね。ドラ受けもあるか。いやー、これは良さそうだ。まずはペーから行く。
枠ツアマンズがかなり、いや枠ツアも高ハイパイですね、2メンツあって、ウォタニもまあ悪くないぞ、チートイツのリャンシャンテン、秋はやや厳しいか、端に寄った手配、まあ、ただね打点がつきそうなところはあります、はい、おっと相川これは嬉しいドラ引き、しかし枠ツアも伸びる、トンの一曲に続いてこの一本場でも相川と枠ツアのぶつかり合いになるのか、目いっぱい広げるか、広げたいですけどね、ターンスが1個決まってないですからね、カウンピンも不満だし、おお、ここは3層はつもぎった、トンはどうな、重なり狙いっていうことですよね、はい、さあ枠ツアもこれでイーシャンテンまで来たぞ、さあチャンス手の相川、誘拐、いや来た、これは絶好ですね、また今回もねウーピンからはチー点ですか、うん、なるほど、はい、先ほどのローマンのチーから考えると、はい、さあ相川全局に続いての勝負手だ、そういえば先ほどもドラーチーそうだった、ここはトン目いっぱい構えます、うまくカウンピのターツを両目に変化させてというのを狙いですよね、まあ、スーピンローピンの重なりとかが最高ですよね、両平行まで、さあどうだ、ワクツさんはかなりスリムに受けてますね、2枚切れの難を手の内に残して、ウソを中チャンパイであるウソを切り出していますね、まあ、例えばローソーとかを持ってきたらピンズでジャントを作ってなんていうことも考えられるんですけど、はい、ピンフのみだとそんなに勝負したくなくて、マンズの一通に変化した時は攻撃しようという構えですかね、そういった理由でリアンマンが手に残っていると、はい、さあ相川3ピンを引き入れたところでここはかなり考えているぞ、うん、まあ、枠津さんが一番警戒してて、枠津さんに3万が危ないっていうことだったんですかね、安全度を加味して先に打とうかと、はい、さあ魚谷もやっといいとこを引いてきた、しかし両者に比べるとかなり出遅れた印象、おっとチートイツイシャンテン、そうですね、ドラがないのか、ね、ないのか、チートイツ狙いの秋はこのドラはちょっと自身から切り出していかないことが予想されます、上がりまでは難しいか、まあただねチーピンから入ってくれればダマテンから6球層変化もありますからね、確かに、はい、ウーマンだ、おお、これも切った、これで純ちゃんイーペイコーなども見えるぞ、ね、3ピンなり9層から引ければ、はい、ここでペイを切り出していきます、こうなるとグッと上がりが出てくるかもしれない、相川ここでもあたしても選択、2番と3番は1枚ずつ切れています、ーローマンをつもぎっていきましたね、そうですね、リャンマンの問い年になりそう、まあ、1枚リャンマン切っておくのが、うん、一応ねもう1回チーソー引いてローソー切って最高の形に渡るとかいう可能性もあったんですけどね、マンズの3面ちゃんの可能性がまだあったぞと、あ、変化してね、難しくなりましたね、どちらもありますよね、うん、ウーマンとかリャンマンを打って手広いシャンテンに構える手もあれば、はい、イーマン3マンと打つ手もありますよね、これはチー点も取れるよっていうのが魅力ですよね、順目が深くなったこともあって、はい、おそらくこう構えたからにはどちらの両面もチーしてテンパイに取るのかなっていうふうに、ね、予想されますね、はい、ここは自身で1枚切ったトンを切っていく、うん、今の方がダブルワン、あ、ノーチャンスだ、3万のノーチャンスで安全、魚谷はローマンを切ってきましたね、これは相川をちょっと早くも警戒しているか、
いやーこのチャンスで2曲連続で上がれないのはちょっと不やっとこれ転敗じゃない相川としてはちょっとこれは不満になってしまうかもしれない。わわ和久さんも相川さん転敗と踏んだんですかね。3万最終手出しで2万止めたわけですよね、うん、はい。かなり長考しての3万切り、うん、その後はトーンはつもぎっている。まあ、サブロッキューマーが薄くなりすぎたっていうのも大きいかもしれないですね、うん、そこでのジャンプはちょっと求めづらいぞと、うん、ああ完全にやめた。秋はこれでいいシャンテンになります。パーソーが出ると相川のチーテン。でもこれ周りの対応を見てると相当テンパイ気配ありそうなん で、ね、うん、現物のいいピンあたり打っておいてですね、テンパイしたら勝負するかどうかをテンパイ時に考えようってことですよね、うん、そうか。パーソーもねドラマたぎで超危険パイですもんね、うん、しかも闇天で当たるとなると満貫なんだろうなみたいな。2900とか5800の闇天があんまり考えづらい点数状況、ポイント状況か。確かにそうですね。なんで単品ドラドラとかに見えますね。あ現物合わせた。さあ転敗だ。じゃあリーチ打っちゃってもいいですね。あなるほど。あその周りがもう、うん、自分に対応してるっていうのが濃厚なので、うん、もう出上がりがないなと思えば引き上がった時に、はい、6000オール8000オールまで目指してっていう手もあります。これ実際パーソーってまだいますね。あるね。パーソーがまず2枚、ウーソーが1枚1枚あります。バイチで、はい、1枚ですね。3山この順目で3枚、ちょっと出上がりは期待しづらいが、まあそうですね、最後のツモ番ツモ上がれば大きいぞ。6ソウルまである可能性は、はい、さあどうだ相川ここまで厳しい。いやーダメだ。チャンスは来るんですがちょっとダメかとまたダメかといった表情。トンの一曲一本場相川の一人転敗で流局。しかし魚谷は靴対応早かったですね。そうですね、もうビシッと、はい、親の勝負手を見極めてましたよね。そうですね。さあトンの一曲は日本馬です、まあ、特にね、はい、和久さんはポイントが 33.2 なので、やっぱりね念のためっていう風にはしやすいですけど、大谷さんとかもねトップが欲しい状況なのにしっかりと見切っているのはさすがですよね、はい、うん。さあ相川連チャンドラは2万、まずは何から悪くないぞ。うわあドランコただちょっと形自体はそうですね、楽ではない。役配の重なり期待してっていうところですね。はい、アキさんもまあ形は悪くない、うん、単陽系の手配。チャンスは和久、しかしスピード感はやや見劣りするか。ここは夜会残していく。スピード感はアキさんですか。うん、こちらですね。しかも単野がついてくれば、ただね現状そんなに打点が見込めないので、ちょっとブクブクにするのは怖いんでね、バランス取るのが難しい手配だと思います。はい、G1 本質まであるか。ああ本質ですか。役配は全てションパイです。一回イーソー切るとか。うん、イーソーすごいですね。コスモさん何はともあれイーマンみたいに僕は言っちゃいますけど、役配の重なりは逃さず、メンツの失敗も少ないところと、はい、なんかねパーマンウーピンスーソーとか来たらジャント候補ですし、まあそうですね、はい、おこれイーソーから切ってるということは、もう一回イーソーいきます。じゃあ難しいですね。チュンが1枚切れたから入った方がいい、本当はいいんでしょうね。うわっもっともっと振ったもっと振ってきたぞ、ね、これは現状はもう一色狙いという判断ですね。そうですね、まあ、まだ形が悪いんで仕掛けた方が早いっていう感覚じゃないですか、和久さんの中では。さあ秋もいいションテンだぞということは、まあ、パーマンはもう絶対チーなんですかね。絶対チーでしょうね。難しいですね。リャンマンとかは
ね、出ないでほしいですよね。なんかリャンマン切った人に対応を考えなきゃいけないんで、泣くのが早いとも限らないしみたいな、はい、さあこれでまたかなり形が良くなるぞ。でもこれはもう形はパーマン、あれウーピンからスッチーマン引いてのメンタンピーペーコありましたけどね。そうですね。そして魚谷が、薬杯の初を仕掛けています。魚谷も小僧切り、さらに数ピン仕掛けて、これは一色狙いですか。そうですね、シャーチャのシャーも生かして、はい、マンガン級をっていうことですね。そうか、魚谷さんに対してピンズアキさんはさっき切っときたかったんですかね。形決めるのは決めるのは嫌ですけど、はい、切り遅れるのはもっと嫌っていうことだったかもしれないですね。大相川はここでチートイツの決断、数層切り、うわこの決断もすごいですね。かなり思い切った決断ですか。今数ピン切りたいですけどね、感覚的には。うん、大谷さんもどっちで泣くか結構意外に難しそうでしたけどね、数ピン自体を、うん、はい、さらにピンズが来る。もうピンズ打てないっていう感覚なんですかね。トーンがきついからってことですか。まだ打てそうですよね。ですね、ワクツはちょっと伸びてきませんね。逆に伸びてきたな魚谷、見事な。そうですね、下で泣いてたら悲惨だった。まあ上で泣くのが普通ですか。合わせちゃうとね、あ今みたいに多発拾わないといけないんで難しいかなと思ったんですけど、もうまだ行く。魚谷は手から1枚切れの白が出てきています。次もう1枚出たらきついですね。はい、相川も簡単に落としたくない親番。9ピンもつもぎられた。ん？ E 万か。数万、これは激痛。ちょっと痛い。うん、まあただまだ後継いいシャンテンではありますね。はい、もう一回ピンズ重なりでも一応 OK という形ですね。まあサブローマン引きでも嬉しいですし、はい、ドラのリャンマンでもいいし。さあ天敗だ。うわ、ワクツさんもかなり押しましたね。魚谷これで天敗はスッチーピン。ただこれは相当情報としては、うわパーピンはもう最も怖いですね。パーピンスッチーピンは相当怖いです。これシャンポンがパーピンはあるんじゃない。パーピンだと3ピンが先ですもん ね、 ね9ピンより先に3ピンになりそうだから、うん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 、自敗自敗シャンポンポンが残ってますか。ハク切れ、ハツポン、チュンシャ、チュンシャ、トンシャ、うん、はい、トンシャチュンですね。結構読めそうですね。限定して、うん、3ピンが最後か手から出たのがちょっとキーになるというか。そうですね。233で持っていたっていうことなので、うん、はい、普通は悪い形を手厚く持っていい形を両面に決めるじゃないですか。なのであの他の悪い形を厚く持つだったら3ピン先切って9ピンが手残りするんで、うん、9ピン周りの悪い形はないなってことが読めるんですよ、はい、パーピンとのシャンポン、チーピンとのシャンポンとか、まあ、カンパーピン、ペンチーピンとかが否定されてくるんで、はい、うん、ここは魚谷のつも上がり、初本一戦2戦の2本場のつも上がりとなりました。後継の部分を厚く持ってるなら残ったところも後継だろうと。すっきりした方、いや、うん、すっきりした方、うん、はい、はい、手厚く持てない状況なんだなっていう、うん、なので自敗シャンポン、シンプルなカンチーピンとかはあり得るってことですか。例えば、あ、そうですね、はい、はい、さあトンの2局と変わります。親は変わってワクツ、相川チャンスが続いてた親番でしたが、加点は天敗料のみ。そうですね、今回はね相川さんにとって不運だったのはね、ワクツさんにドランコの勝負手が入っちゃったんで、うん、大谷さんが3フロまで行けましたよね、はい、さあドラワンなんです。ワクツは一面つできています。続いて魚谷もソーズで一面つ。秋はちょっと先ほどからハイパイは厳しい。相川も悪くなさそうだ。
秋は自敗は温存しつつ、やはりちょっとこの手では先手は取れないだろうということですかね。まあ、やっぱり一番は難が重なってくれればストレートに戻るんで、はい、そこを狙いながら役牌のトンとかシャーが重なれば、はい、一気に本一の可能性とかも考えてそうですね。ここで今やはり秋さんのようなスピード感のない手配では、はい、スピード感のない手の時に無理してスピード競争をしても、うん、やっぱりハイパーいい人には勝てないんですよね、はい、なので後手で攻め返しやすい形を作っていきたいです、うん、後手で攻め返しやすいというのは例えばどういう。一番は打点のある手、はい、打点のある手、はい、二、はい、番目は最終形が強いという状況、うん、後継を残していきたいぞと、この辺りを目指していきたいですよね、うん、たとえ先行リーチ打たれてても自分の手が8000、1万2000であれば、はい、押し返して勝負する価値があるじゃないですか、うん、なので後手を想定して高打点を狙うっていう戦い方ですよね、うん、ハイパイ悪い時にこう無理やり手を作っていっても、ね、スピードで逆転しようと思ってもね、うん、よっぽどツモが伸びてくれない限りはできないですから、はい、さあこれで相川マンズ両関係になっていいピン切り枠ツアチートイツのイーシャンテンも見えますがローマン分岐ですね。メンツテとチートイツのあまだ両天秤に一応した形ですか、うん、リアムピンの両面ターツを払っていきます。さあ二差しが見えてきたのは魚谷、ドラのナンはまだ引っ張る。これで相川イーシャンテン思い切って急走切る手とかもありそうですけどね、まあ、シンプルにイーシャンテンに構えて、うん、点がねちょっと足りないですからね、はい、さあこれでいよいよ両天秤最後の時というかもうこのまま最後までいきますかねまあチーソーとかチーピン引いてどうなるかといったところか、うん、言ったそこからそうだけどな、まあ、パーソーって手もありそうですけどね、はい、ここは馬を切っていいシャンテン、もうちょっと強くなるかもしれないし、パーソーはターツの変化をちょっと求めたいよ。そうですね、ペンサーソーがね1枚切れてて自分で1枚使ってますからね、はい、ウーマンに数万かローマン引けたら、うん、これだとまあウッパーマン振り点ではありましたが、うん、まあ、変化の一つとは言えるかもしれません。ただやっぱり9層も6球層もそんないいタッチじゃないので形決めるのは怖かったっていう部分もありますかね。さあまだ誰も転敗をしていない、あれちょっと難しいですかね今のは。そうですね、絶好一番欲しいのが頭になった。これは6球ピンから仕掛けても換算ピン役が確定する転敗ですが、3ピン場に1枚切れ中盤に差し掛かってきていますが、仕掛けも考えられるところですかね。これは仕掛けっておかしくないですね、うん、ただ相川の手に3ピンが3枚、すごいな。換算番の方がいいっていうことですか。ウッパーマン7枚切れですけど、ね、あ、本当ですね。ウーマンが6枚切れ3枚ずつ、6枚か3枚ずつか、3枚ずつ切れ、あ、いやいや、パーマン4枚切れてます。うわ、7枚切れだ。これは最後の一杯にまあどう、そうですね、かけたっていう。何はともあれチーマン切っておかしくなさそうですね。どういうことだったんですかね。まあ確かにね、上がりが厳しいと思えばね、マンズの近辺が一番安全度は高いですから、チュンチャン牌だらけの手配の中で、はい、ちょっと取っておきたいっていう意識も、うん、まあでもね、ポイント状況的には攻めたいんでね、そこがちょっと意外だったなっていうところですけど、はい、おーっと、これでパーピンをあんこにして天敗即リーチといきます。枠ツ親番、そう、大谷さんですね、ポイントは。はい、パーソーはきついですね。あー、すごい、やめた、6球ピンの弱さとかもありますか。ドラ統一の魚谷でしたが、ここはスッと引きを選択。うっと、びっくりした超びっくりしました。多分残り1枚のはずなんですよね。そうですね、一発いったかと思いましたけど、
想像はね、はい、運送とかはね、こう足が2本見えてくるとね、時々3走に見えたりする場面もありますから、皆さん気をつけてくださいね。サシゴあたりはそうそうそう、危ないとこ、危ないエリアです。もう大谷が辞めたということは、今回は一人旅ですね。連チャンは確定、まあ、二階堂その前から辞めてますもんね。うん、上がれば大きいぞ、日戦オールから。さあ、枠の上がり牌3走はまだ山に1枚残っています。相撲あと1回、どうですか、こうかなり、まあ、手も悪いんですかね、秋名あたりはかなりこうバランスを取っていつも通りの戦いかなとも見えるんですが、やはり手が入らない以上は無理はできないというか、まあ、だからあの入った曲に強くいってますよね、はい、その無理な曲は無理ですから、そういうことなんですね、はい、かなり冷静な、逆にね、無理な曲、はい、ダメそうな曲で無理して失点してしまうと、うん、より戻さなきゃいけないポイントが増えてしまいますからね、うん、何やってるかよく分かんなくなってしまうような、はい、さあ、和屈の一人転敗で流局となりました。ここまで親の連チャンが続くような対局、うん、本の2曲一本場、京卓のリチボが一歩あります。和屈の連チャンです。ドラはローピン、ドラが1枚、このチーピンは嬉しい。まずは9走からチーピンが2枚、お大谷さんも2メンツ、はい、いきなりズバッと貫老荘、秋はまたしてもこれはスピード感がまるでないですね、まるでないですね。ということはやはり全局と似たような、そうですね、ある程度打点を目指した手作りをして、はい、ダメならスッと引いて、うん、伸びたら勝負ですよね、はい。さあ、和屈は初が重なってくる、統一も増えてきています。こういうつもは嬉しいところか、ドラガローピン、まずはいいピン、チートイツイシャンテン、はい、数層切っていく、ターツオーバー、形はパーマンですね、はい、パーマンを切っていく、できれば本一まで十分に考えられそうではあります。こっちも行きますかね、まだ行かない、一枚切れのチューンからすぐパーピン切っちゃいますけどね。なるほど、もうドラも切るつもりで重なった時だけその時考えてですか、うん、まあ、さあ、これで和屈はポンテンがかかる形、大谷もいいシャンテン、大谷さんもね、キューピンと糸落としの構えまで伸びてくれれば、うーん、うわー、さあ、ただこうなると今度チーピン引きがなんか嬉しく なりますね、3号とかで、はい、面前のリーチまで狙いそうな手になってきましたね、はい、ただ和屈が9万に続いてパーマンの統一落とし、うわ、転売だー、強烈ですね、という間、これはちょっと大谷さん安牌ないから頑張るかもしれないですけど、はい、秋さんはもう終わりやめですよ ね、 ですね。相川さんも一旦急走とパーマンを打ててその間に転売できなきゃ降りざるを得ないかっていうぐらい大谷さん勝負ですね。988って手出しですもんね、結構後継の可能性が高いですよね、高いか安いか分かんないですよ、うん、形は良さそうだな、そう両面のリーチで、じゃあ形はいいってことは戦うと不利かなっていう、仕掛けず、仕掛けずでしたね、換算マン、ドラ、あー、ここはすぐに現物になった、いや、まあ戦えないですよね、ドラ、このドラも仕掛けません、ない、
ないがゆえの自慢。マンズルってことになりますかね。自慢打ったら次数万になりそうで。来たか。ウーピンのツモ上がり。裏ドラ大事。いやーちょっとずれていた。リーチツモドラ1。2000は2100オールの上がりはこの4社の中では最上位に位置する枠ツの上がり。これは3社は追いかけなくてはならない。そうですね、はい、大谷さんはね、まあ、2着でもまだよしと思いますけど、やっぱりね、秋さんと相川さんは2着よしとは全く思えないですからね。そうですね。ただ今はじっとチャンスを待つ和靴のレンチャンデストラはいいピン。ドラドラだ、吐くといつだ。和靴はこう何でもやるようなタイプの選手に見えるんですが、やはりこれはもう吐くは1枚目からすっと泣いて、泣きやすいですよね。秋さんこうハイパイ泣いてるイメージしか。ああもちもち、もちこれは。ただ相川さん若干まだトイトとしての可能性ありますね。ありますね。確かに大谷さんでも早い役割ポンしていいシャンテン、ここはかわすぞと。魚谷はまずは直瀬の難を仕掛けていきました。これもちょっと先ほどと状況に似てますね。和屈親でドラドラですから絞ることなく、ああこれで転廃。早いまずは関連ピンの転廃が入ります。これもう和屈さんは止まんない連ピンですね。そうですね。アキさんが追いつけるかどうかみたいな、はい、ということは麻雀っていう、危ないか、お危ないかもしれない。オーリャンソーからだ。想像を切っていこうということですか。勝負手の入った人の下ちゃんにいるとちょっと泣きやすいっていうことですか。それはそうですよね、うん、だって8種8杯で国士もいけません、何も上がりが見えませんって人の下茶で仕掛けたら絞られちゃいそうじゃないですか、うんうんうん、まあ、特に高い仕掛けは絞られちゃいますよね、はい、明らかに1000点ですだったら脳天バップより安いって言って泣かしてくれるかもしれないですけど、万眼級の仕掛けだったらね、うん、やっぱり絞られちゃいますから。あ、じゃあ逆に泣いてて、あ、たくさん泣けるならラッキーと。これは宝珠ですね。あ、これでリャンピンだ。ゴロチが見えた相川でしたが、ここでは、失礼、魚谷の上がり。なんドラ12000は2600の上がりとなりました。これで和靴の親が流れます。2着目につけたのは親を迎えた魚谷。いやこのシリーズ秋と相川はなかなか日の目を見ることがない。そうですね。ドラは初です。これはちょっと厳しそうな手配に見える。まずは4トイツですけどね。なるほど、はい、秋は一面ずつ、ドラの初が重なってくれるかどうかがポイントですね、はい、うわ初は3人に1枚ずつということはなかなか苦しい立ち上がりとなりそうだぞ。相川さんはどうしていいか分からないぐらいきついてですね。ちょっと積極的にいってますね。じゃあから打ち出して、まあ、リハ重なる可能性ありますからね。その瞬間の、うん、逃せないですよね。うん、思い切って、あ、ここはまずリャンピンから 1,2,3 の3色などは狙っているか。ワクツは単翼系の手配でまとまってきている。そうです。あ、これは大谷さんはメンツ手に戻しますか。まだ両天秤。さあ秋は遠くに差し子などが見えてきた。そうですね、差し子に行きたいですね。あ、これは嬉しい3品。
ちゃんた系の手配であれば初も残しやすいですし、重なれば超高打点ということになりそうです。待ちかけも効きます。ここで初で目いっぱい3アンコウの可能性も残して、うん、なんかね3アンコウ同じ打点見るでも、はい、3アンコウより初の重なりの方が簡単に打点見えるから3ピンって一回切ってもってなっちゃいそうなもんですけどね、はい、早かったですね決断が。さあこれで天敗だ。即リーチに出る9層と9万のシャンポン待ち、自身の捨て牌には老僧が捨てられている。ワクツはいい形ですが、ちょっと打ち出していくパイは厳しい牌が続きそうだぞ。いやこれ1ピンが厳しすぎますね。うん、やっぱり初の後に3ピン切りリーチですからね、はい、3ピン周りは相当打ちづらいですから、ドラの初より価値がある3ピンだったと、はい、しかし、いや勝負かこれは。勝負になりますか。差し子のいいシャンテン引ければ、めちゃくちゃチーマン怖いですけど、はい、嘘あただいるね、嘘も3万も今術休み引いてどうするか。そうなんですよね、連想とか、うわこれは止まらないですね。あうわ考えるだけすごい。ああ、ちょっと数層3号が通るのか、両方筋か。なるほど、すごいね、すごいね。今のは十分勝負手と考えることができそうなんですが、まあ、やっぱチーマンがきついっていうのがもともとあって、あそれに打っていくのがってことですね、はい、危ないさ。やっぱ9万打つってことは大体チーマンも打つ。まあそうですよね、もちろん。なるほど、次に打ち出すパイのことも考えれば、うん、でまだやっぱりまだ9万危ないですよね。もうこれチーマン引いちゃったら止まりようないですからね。そりゃそうです、はい、チーマン引いて9万ロンって言われたらショックで、ね、えみたいな。ああこれはパーマン9万。いやいやパーマン3枚切れなんで、もうこまあでもこれねチーマンをやっぱり打たないんだったら食いしばって3ピンとかもあるかもしれないですけど、まあ、あるかもしれないけど、もう3ピン1枚しか、まあ、ね、まあそうなりますね。うわさーん、リーチドラさん12,000。いやーこの麻雀日本シリーズ2019二階堂秋にとってこんな試練私は見たことがない。これほどの安定感を持った打ち手がこんなに厳しい対局を強いられている。今のも現物だと3ピン1枚でしたもんね。うん、切ったところで続かない可能性もあったならばっていうところはありますよね。はい、大魚谷悪くはないぞ。ドラはローマン、秋にもドラが1枚。いや残り3戦、これを入れて残り3戦となっている秋にとっては、まあまだトンバですからね、はい、まあ、親2回あるし、ね、もうしょうがないですから今のとかは。はい、切り替えてここからさらに上を目指していくしかない、まあ、かなりきついけど、まあ、逆に言えばもう開き直れる、うん、もう攻めるしかなくなったという、はい、まあ、もちろん勝間さんが言ってるように手が来ない以上は攻めれないんですけどね、うん、さあここはペン酸素を払って魚谷いい形になってきた。和久津さんはねやっぱり38,600持ってたらトップ欲しいですけど、2着でもそんなに悪くないですからね、はい、うん、そうなるとやはり相川さん秋さん2人は展開的にきついですよね。ワクツさんまでがどうしても絶対トップみたいな風な戦い方してくれると、はい、意外とまだまだ捕まるんですよ。うん、チャンス、まあ、捕まるチャンスが出てくるんですけど、ワクツさんがね安定感求めて2着でもよしで手堅く、うん、手堅い上がりとかを求めていかれると、うん、はい、3着4着の2人は相当厳しいです。うん、ドラドラ白が統一、統一手も見えるか。まずはここはなんだ、ここは手を広げていく。相川7、8、9が遠くに見えているが9ピンはつもぎり、また決めましたね。さあ和久津も一メンツです。
あ、数万を切って自敗温存です。もう大谷さんがね、光景を生かして、うん、はい、とにかく早くっていう戦い方してますからね、うん、目いっぱいの形になっています。大谷さん自身はね、ただ打点が現状そんなに見えないので、はい、とにかく先手で勝負したいと、うん、スピード感でと、はい、さあこれでイシャンテン先手取れれば大谷さんみたいな部分ありますね。ただ先に先手を取られるとちょっときつい、はい、押し返しはね、はい、なので一つ相川さんの拍とかはどのタイミングで打ち出されるかはポイントになりそうですね。いや、ただ秋さんはちょっともういくらなんでもこれ先手ないかって考えてるかもしれないですね。中盤に差し掛かった、はい、あー、なるほど、ということでチートいつも見ながら、あるいは本いつも見てといったところですか。そうですね、両天秤ですね。やはりこの順目で秋ぐらいの手ですとちょっと先手は取れないなというような印象になってきますか。まあね、今やっと一面詰め完成ですからね、はい、先来てよみたいな馬でしたね。そしたら老僧が来る。そうですね。初は魚谷に対して現物、白はションパイです。これはまだ切らない。まあちょっとね、相川さんがね手が悪すぎて、うんうん、白が出てこない、はい、自敗をねガンガン打ち出していくような手ではないっていうことですよね。本当に噛み合わせみたいのがあるんですね、うん、そう考えるとこの白はね魚谷さんのとこ行ったらねもう、はい、もう打たれてるものですからね、うん、受けてる、うん、さあ来た、目いっぱいに構えた魚谷、うん、そうですね、狙い通り速攻が決まって、はい、もうこれは一人旅になっちゃうんですかね。町はウッパーそう、そうですね、戦える人はいなそうですね。マキさんがねパッとその瞬間イーシャンテになればいくかもしれないですけど、白あんこになったりして、さあどうだ、ドラトイツの秋、相川ネックが残りすぎている。ここで急走切りはやや引いた構え、うん、こうなるとギリギリ戦えるのが秋田。まあでも遅い受け悪い打点そこそこですからね、はい、まあそんなに全面対決ではないですよね、条件三角みたいな感じ、条件的には、うん、はい、イメージ、その愚形の部分が一個先に埋まったら勝負いけるから、ウッパマン残るならば頑張る、ウッパマン以外から埋まってですよね。その間にこうやって無筋引くともう厳しくなりますね、はい、田崎さんも現物自体が全然ない。ダブルワンチャンスだけど2万別に危ないもんね。うわ、これ運送もちょっと危ないですか。ああ、先切りしてる分、うん、ここは統一の白を切ります。さあこれはどうやら魚谷の連チャンがまたしても来ました。パーストつも上がり、裏ドラはありません。リーチつもピンフ、1300は1400オールのつまわりとなります。まあ、大谷さんはねまだ3回戦目、自身の3回戦目ですけどね、はい、一半チャン目でめちゃくちゃ大きなラスだった分を、うん、もう取り返せたかなぐらいのプラスなんで、これはかなり大きいですね、はい、さあさらに加点を狙っていきたい。トンの3局2本場です。もう一声ですよね。もう一声、もう一声来るとポイント状況で枠津さんが分かった2着 OK ってしそうですからね、はい、うんうんうん、まだ十分枠津からするとトップが、まだね、自然とトップになるかもしれない。すごいじゃん、あわら、ちょんちょんだけダメだけど、すごいどうすごろです、ね、これ結構年1級もうちょっとあるか、もうちょっと年2、3回級ですね。でも相当いいですね。そう、もうちょっと来ますよ。もうちょっと来ますね、うん、もうちょっと来ます。全部チュンチャンパイとか、あ、確かにあるし、なんか、あ、
パス球速がパス走だったりしてね、仕事の両面両面の印象点ですはすごいけど、これぐらいならまあ、うん、そうですね、意外に苦労するからね、はい、三投できないと。そしてペイが第1打でかぶってしまった。さあイシャンテンだ。そして三者はやはり魚谷が良すぎるだけに劣って見える、まあね、秋も悪くはないんですけどね。これは勝負になりましたね、両面3つのリアンシャンテンで、まあ、ドラ1枚あります。三色でチームは残しましたか。ちょっと形が厳しい、まあ、ペイだけは温存してっていう感じですよね。うん、ここは柔らかくペンチーマンをそのまま9番つもぎり。うん、ここは苦しいペンチーソのターツを払っていきます。まあ、むしろタイヤをつけるみたいな加点もありますね、はい、ワクツは今局はかなりゆったり構えています。さあもうめっちゃ伸びましたね。そうですね、うん、光景が残っています。秋ここで両ピン、いや伸びてますね。これはもう勝負になりましたね。ここまで伸びるとは。ただ追いつきましたよね、うん、怖いけどね。現状ね、形大谷さんより秋さんの方がいいですからね、うん、受け入れの枚数自体、はい、まあ、ただ打点力でね、大谷さんの手の方が魅力かもしれないですけど、秋もドラが引ければ面白いぞ。これは取り返すチャンスが来た。いやー、これで相川もいいシャンテンだ。両面両面、いやぶつかりました。はい、しかもね、あの入ってるのが秋さんと相川さんなので、まあ、大谷さんは親番でコンテナなんでもともと引かないですけど、はい、秋さんと相川さんも挽回のチャンスですから相当引けないですよね。そうですね、相川さんもね、ドラのローピン持ってこれたらね、一気にハネマン級の手になりますから、はい、いやー、これは終盤必ずぶつかり合いになりそうだ。これはどう打っていくか、まあ、パースを切る一手です ね、はい、これでこっちも広くなりましたね、はい、ん、まあ、リーチですか、まあ、メンタンピン、ここはウーピンを切ってのリーチ待ちはウーパーソウオタニのウーソーがくっつき方ですか。そうですね、場合によっては出るかもしれない。まあ、マンズ引いてテンパったら止めようないですよね。しかしサンズを引ければ一気に、あー、サブロッキューマンはリーチまでありますもん。リーチ9万2枚入れ、これ数万パーマンって言ってこのうちの3色考えてますか。ただパーマン打ちやすいのかワンチャンスか、数万が、まあでもまあこれが自然ですよね、まあ、はい、裏ドラこそありませんが、ついにここで秋に上がりがきます。さあ、これでね、秋さんも親2回あればトップまだ狙えるっていう状況になりましたね。リーチ一発、タニアをピンフ、8000は8600の上がりをものにし、まあ、ソテンをやや回復、そして迎えた親番です。大谷さんもね、決めるチャンスでしたけど、さあ、トンの4局、まあ、難しいよね。思えば第1打ペイ打つかシャー打つか、ね、本当ですよ。シャー打ってれば上がってたまでありますよね。上がってるね、はい、ウッパーマンに受ければ、うん、まあ、まあ、ウッパーマンは絶対乗り越えますもんね、まあ、強制でそこリーチ打ってれば、あれだけのハイパイをもらっても上がれない時もあるし、うん、いっぱい取り逃したばっかりにと。さあ、お、これはよさそう。秋さんもね、今手組み良かったんですよね。急走先打ってたのが ね、まあ、テンパイ外せば結果一緒ですけどね、うん、カンパス走の仮点とかになっちゃったら危なかったですからね、うん、ペンチピン払ったのもね、はい。さあ、カウンサーソー入った。さあ、親の秋どうですか、ハイパイは。まあ、ちょっと、まあ、合格点ですかね。合格点、はい。ただこっちの方がちょっといいかな。ワクツはかなりこう中盤から引く、この手はどうするかな。そうですよね。まあ、あの、相川と大谷が速そうだったんじゃないですか。その捨て牌に合わせては、うんうん、まあ、
和久津はよくそれがリズムとか音とか言ってますけどね。うん、なるほど。多分それで自分の番じゃないというのが。音すごいですね。五感音っていうことですね。なんかよく言ってるよね。打牌の強弱、打牌のトーンとか、うん、それランダムにした方がいいってことですね。和久津の時は、うん、リーグ戦の時使って、はい、って言ってたよ。でもどうしたらね、どうなのか分かんないですもんね。そっとだったら入ってるって思ってる。まあまあそれもだから人によって違うんでしょうかね。人によってだから研究してる。やっぱランダムに行くしかないですね。交互、うん、とか。うん。まあ、分かる気はしますね。言われそんなの意識したことないけど、うん、リズムとかはね、うん、やっぱりハイパイがいい時の方がシンプルに分かりやすい手の方がリズム良くなるし、うん、まあそりゃそうですよね。両面両面だったらリズム崩れることないですもんね、うん、まあそれがね、やっぱチートイツとかでどうしてもちょっとさすがに考えることができたりとか、うんうん、さあ今日やばいや決めたくないけど、ゆるりと行くならいいピンあたりなんですけどね。ゆるりと行きましたか。ここまあこれだとね、想像の112を全部落として、はい、そうですね、さらなる光景っていう風にできますしね。マンズが伸びて単品ドラドラとかね。そうですね。ただやっぱダイレクトのね、瞬間マンズが遊び牌になっていて、三品は激痛だからね。スピードが欲しいですもんね、この親番。またしても問いかけてくるようないいピン。さあこれで相川形が決まった。リャンウマンウッパー、そう、差し子の変化もまだ見ている。そうですね、二度受けなんでできればウッパーマン払いたいですよね。数層とか持ってきて、はい、いやいやいや、今局はどうなってしまうんだ。魚谷もこれで9万が1枚切れでパーマンはション敗。ただ親の現物を残したと。うん、いやー成功だ、成功。これであとはイーソー2枚払えればもうリャンソーから行ったってことは形決めた、まあ、ましたね、うん、イーソーから行く手もありましたけど安全重視して、うん、はい、もうこのターツで勝負と。あとはチーするかどうかですね。アキさんはただワクツが単葉のポンテン取れる形になった。さあさあさあ、これ9巡目どうですか。うわー、これはでも強制になった。これはスチーピンの方がよく見えますね。がよく見えますか。ウッパスに比べれば5から9がオールション牌ですからね。ただまあ端の分っていうことですか、ウッパーソーが。ウッパーソーの方を選択しました。秋実際は 1,2,3,4 ウッパーソーは4枚残り 1,2,3,4 対4どっちも一緒でした。条件一緒結構。さあ秋この選択、いや失敗は許されない。まあでもこれ4対4ですからね。うーん、サブローマンだけはね、いくらなんでもドラ表示牌で、はい、一番悪いのはサブローマンですけどね、打点で外せないですからね。まあ悪いリスクは背負えるターツではあると。でもサブローマンも3枚リーチドラ1とリーチドラドラはね、はい、大差になりますもん。しかしは靴がかわしに来た町はサブローソー、サブローソー、ああ三蔵、相川さんの三蔵が。でも和久津さんがサブローソーだったら秋さん成功ですね。ああそうですね、自分の現物に。あ、うわ大成功だ。これでね、現物になってない分、うん、相川さんの三層を取られましたよね。なるほど、確かに。どこまでいけるか、奥津さん。いや、これ上がり早い。いかないですね。あっさり引き、なんかずるい。なんかずるいぞ。まあね、ポイントがあるっていうのは。そういうことですね。まあ、ピンズは全部通りそうですからね。ローピン先に打った後の。まあでも両面選択の判断が見事でした。うわ、これでサブローマンあと1枚、1枚だね。なるほど、3が1枚、3が1枚です。うわ、あー、しかし積もった。これは大きい、すごいですね。これはまあウッパーソーとスチピのターツ選択が見事でしたね。大正解。え、これもし本当にローソーチーソーとか切ってたら、はい、仮に今の3万引いて転敗できたとしても、はい、相川さんに3層ワクスさんに補充みたいなケースもあったと思いますし、先に打ってる可能性もありますね。ありますね。リーチまでいけなかった。いや、なんと、まあ、公式ルールではないですから原点確保とかにはあれですが、うん、原点まで戻ってきましたね。2局で2万点です、ね、そうですね。いやー、この回復力、うわ、ドラドラ、ちょっとチャンス来たぞ。ついに来ましたね、やっと高ハイパイ。
相川ももうドラメンツ一応ありますからね、はい、まあ悪くはないです。3万引けましたからね、絶好、何を止まれリーチまで持ってきたいですね。はい、ワクズ初ウーマン初とトントイツ、そうですね、かわしていきそう、ここ白いチャンス実らずか、かわされそうだね、なんか秋目線になっちゃってるけど、はい、あっという間にポンされていかにもかわされ、ここも手が入ってるからね、切っちゃうもんね。ワクズさんでもね、トンもポンするのは怖いですけどね。なるほど、自身のいわゆる一応ねドラなしですから、はい、ソーズがね、スーソーからオースを引いて両面立つになれば勝負ですけど、当然さあ、キモここは広げてくるでしょう。逆にね、大谷さんは形悪いですけど仕掛けやすいですよね、白あんこが手の内にあるので、うん、やはりこう仕掛けを入れるということはディフェンス力が下がるだけに、何らかの保険というかそういったものが欲しくなる。いや、あの自分が打点的に勝負の仕掛けであれば別に保険いらないですよ、だってそれはリスクを負うべきですからね、はいはい、けど枠さんのようにかわしてじゃないですか、はい、連チャン中のアキさんを止めたいみたいな、そういう手ではリスクはちょっと避けたいですよ ね。 確かにそうですね。これでトンポンして、はい、まあなんかチーソーとか引いて観浪層の2000点で親リーチ受けて、じゃあどうすんの、うん、っていう全く見合わないわけで、打って悔いなしの形じゃないっていうことですね。そうですね、高打点であれば、まあ、打って悔いなしと思えるかもしれませんが、まあ、悔いなしっていうか、まあ、それ攻めるのが得だからっていうことですよね、うん、はい、あもうトンポンしない、うん、構えですね、まあ、ドラ切らない構えというか、まあ現状では、はい、重なったらしょうがないから3球打点曲がってポン点になるんでしょうけど、だって枠さんの残し方ね、言いそうがね現物ですもんね、親亡きさんの、うん、あらこれはかんまだしないですよね、いくらなんでも。けどこれしないんだけど、トップ目ですし、うん、ここスーピンか、なるほど、難しいよね、選択でミスが出そう。まあただね、テンパイもしくは後期シャンテンまで関しないって考えると、はい、なんかこうチェイメンみたいなのはいい手になること多いですね、うん、いわゆる一色をもうなくしてしまう、はい、いい形作りやすいですからね、そのツモは伸びづらいですけど、球層がなくなった秋さんが全然伸びない、この3本部分がねちょっと難しそう、うん、でも枠さんもねこれうまくやったって感じですよね、あの、うん、安定感ある手組みで、うん、いやー伸びない、ここもねいまいち、そうですね、なるほど、一品が3人の現物、うん、ということでここはスーピア残しやすい、これでいいシャンテンですよ、いやー取らず、うわーこれは嬉しい、これは嬉しいね、はい、一気に目いっぱい広く取りました、これどうする、まあ、どうしますか、まあ、トン切る手もありますよね、あ広げてきましたね、お、そうチーソー重なったんで、うん、これで仕掛けてテンパイ、あ EP の方行きましたか、瞬間のローンを避けたってことです ね、 ね、全員の現物だから取っとくかと思いましたけどね、はい、おお、こっから仕掛けていこうと、あやっぱそう薄いですもんね、親は落とせない、上がりまでいければ大きい、まあでもこれ仕掛けた方がいいかもしれないですね、よりサブローマンが止まりやすく、あ、結果一緒でしたけど上がられましたけど、はい、枠津に対しての論敗をみんな止めてくれるかもしれないと、なんか止めやすくなりますよね、うん、さあ、枠津のツモ上がり、ヤクヤクドラ1、千二千のツモ上がりで難入となります。いやでも枠津さん今の仕掛けすごく見事でしたよね、バランスを取りながらリスクを最小限に抑えて上がりきったなっていう、うん、はい、結果打点も満足いくぐらいの打点にもなりましたね、はい、さあ何の一局、ドラは何、相川にとっては勝負、いやこう相川さんも本当の勝負どこですよ、せめてねトップ目に立てなくても、はい、一上がりでトップが目指せるぐらいの点差まで迫っておかなければいけないですね、やはりマンツモぐらいになりますか、
まあ、最低でもマンツモ条件ぐらいは残せる点差まで、はい、なのでこれはもうまだ相川さんは5回戦目ですけど、早くも絶対降りない親番って思って小方三者は進めてもいいかもしれないですね。さあこちら枠2、今局は初が統一です。魚谷は統一系の手配か4統一、秋は悔しい親落ち、手は厳しい。まあでもここまで復活できればまずトンバの親としては OK です。はい、そうですね。本局もスピード感はなさそうです。そして相川嬉しい3品、これ相川さんの手とかどうですか、はい、イーマンとかトイツ落としの方がいいんですかね。難しいですよね。どうなんですかね。例えばこの辺りからここでね、イーマン打っちゃう手あると思うんですけど、ここでイーマン自分は打ちますけど、それが正しいかどうかは分からないですね。やっぱ一手遅れて先手取られたりか裁かれちゃう、まあ、そうですよね。先行リーチいけない可能性が増えちゃいますからね。ただその分決まった時の高打点の可能性とか、はい、あの途中でやむなく仕掛けるってなった時に、うん、イーマンから先って言ったら手厚くできるっていう、どっちのメリットを重視するかなんですけど、まあ、先行リーチの可能性を取ったっていうことですね、この選択は。いやでも今のね、間を見ると相当イーマンに気があったような気はしますけどね、はい、けど落とせない親だからやっぱスピードは落とせないと。トータルのポイント状況とかが枠さんの状況であればイーマンになった可能性ありますよね。結構こちらがその相川の手配です。しかもドラがなんだからね、ドラがチュンチャンパイだとね、イーマンとイツとし見せると相当小型も怖いと思ってもらえるけど、はい、あまりプレッシャーがやっぱ違うもんね、プレッシャーが、ね、まあ、そうですね。黙点2論って言われる脅威が圧倒的に下がりますよね。もう一回やりますけど、もう一回ある。ただこっちの方がイーマンを打ちやすいです、はい、さっきの数万よりは。二度受けじゃなくなったといったところですか、イーマンを切っていくと、あと純粋にねチーマンのロスが生まれちゃったりするわけですからね、うん、さっきの数万切りはウーマン別にロスにならないですから、1枚は。はい、いやー相川さん難しいですね、これずっと難しいですよ。仕掛けるタイミングとかも難しいですしね、もう相当チーマンはチーですかね、はい、順目的にも。いやチーになりそうだね、特にチーマンは変化も薄いし。おっと天敗、秋が最初に天敗するとは。さあまたしてももう一回でも数万って言ってありそうですね、まあ、はい、6ブロックでね、本当は先行リーチ狙いなんで6ブロックしたくないですけど、はい、数万打っているっていう部分とで、さあ秋さん嘘を2枚入れるか、これはリーチですかね。しかも程よく数万とかウーマンが切れているのがかなり良さそうな、 C までありますかないか、うんうんうわ、これで面前での進行、アーマンローマ危ないですか。こらえるならウーピンですけど、一回ウーピンもありますね。ちょっとカンチーマンとカンロッソーの比較ができないと思えばウーピンで、ウーソーはきついですもんね。これローマンも危なくないですか。危ないです、ワンチャンスですよね。そうか、数万のワンチャンス、一発でローマンっていう可能性ありますね。ローマン切っちゃいそう。なんかあとチーソーもワンチャンスか、一応だけど次のウーソーがね、はい、あまりにきつい、ね、いやーローマンだ、これローマンになりそう。降りれないっていうのはやっぱり大きかったですか。相川ももう後がないという状況、選択肢は非常に狭くなってきています。そうですね、ポイントが打たせた補充っていう形ですよね、はい、まあ、もし余裕があってね、先今打ってたら、うん、ね、追っかけリーチになったかもしれないですけど、カンロースとかカンチーマンかどっちか分かんないですけど、可能性もありましたけど、
秋の上がりとなりました。リーチ一発2600。ただ相川親は落ちたとはいえ、まあ、あのオーラスで一上がりトップまでいけるところまで詰めておければまだ可能性は、まあ、イメージね3局で2回満貫積もるぐらいのイメージですね。はい、一応大丈夫ですね。さあドラはローピン、うーん厳しい。ドラをなんとか引いてきて、どう満貫級にすればいいのか。そうですね、一回安いって特に、ね、2000点とか26とか上がっちゃうと局が潰れるんで苦しいですからね、うん、どうせ満貫2回になっちゃいますもんね。ローピン引けるかが勝負か。リーチチュンドラ1ぐらい目指してですか。です、ね、うん、はい、こちらが枠ツウォタニも2メンツ。ウォタニさんもねトップ欲しいんですよね。まだ9位ですからね現状。そうですね、中盤は中なんていうのかな中段っていうのかなは結構こうポイント詰まってるんで、あ大きく上がれば一気に順位自体は上に行けますよね、うん、まあねまだ順位はそんなに変わらない、うん、は関係ないといえば関係ないですね、はい、わいいシャンテンに構えた、はい、さあ秋もツモがすごく伸びてる、うん、順調ですね。あー来た、ただこれ難しいですね。なんとチューンポンして3900、うん、3900きついね、不満ですね。ただ2枚目が出た時とかは、うん、しょうがないんだよね。だから面前でどちらか暗号にしてイーシャンテンにしたいですよね、うん、はい、でも絶対リーチまでいけるぐらいの、切られちゃう前にリーチまでいければ、うん、5200だと、まあ、簡単に言えば今枠と2万点差なんで、はい、5200だとあと1回跳ね満でいいとかになるんで、うんうん、39だと結局また満貫2回だもんね、はい、それがね、うわまあでもこれはブクブクに受けて、うん、ペイかなんか安牌持ちますか。なお切ってきましたね、やっぱ1回見送って、あ見送りましたね。これ次の難どうするんですかね。僕は泣きます。泣くか、3球で折り合いつけるってことですか。いやいやいや、チュンポンした後に6ね、積もれば1300、はい、2600ですけど、はい、ローピン引くかもしれない、ね、ローピン引いてね、春本できるかもしれないですし、うんうん、サブローピンのブタンで漫画になるかもしれないし、ただね面前でも中アンコールかもしれないんで、どっちの手もあるとは思うんですけど、はい、けどやっぱ片っぽないシャンポンでリーチ打つのはね怖いところはありますよね。そうですね、漫画、うん、2回で全然足りなくなってしまう状況に追い込まれるかもしれないと、うん、不満、最悪ドラ、まあ、でもウーピン切っといてローピン引いたら9ピン切れますからね、6、7、8も出られてね。さあこれでイーシャンテンだ、 何が切られる前になんとかリーチまで行きたい、うん、これチューン2枚あるのか。そうですね、だから何も1枚ある、数層から引いてリーチが一番楽ですよね。さあ、いかは頑張れるか。うわ、お、どうした、なんだ、ウーマンが3枚、ウッパーマンが5枚切れに瞬間になったので、うん、マンズの重なりを期待してサブローピュッパッソーにしようっていうことですね。さあ、ワクツがカンチーピンのリーチですね。相川危ないぞ。あ、ただイーピン通ってるか、スーピン切れますね、はい、チュンはここに来た、並んでるか。パーマンは現物。さあ親の枠ツ愚形ながら先制リーチはカンチーピン、山に1枚かこれは来ました。6球ピン大谷、枚数は圧倒的6球ピン、そうでもないか、でもチーピン1枚は1枚しかないですね。3対1。さあ相川は2件リーチとなった今、でも入ればいきますよ、うんうん、負けで入ればいくのは数ピンでしょうね。ドラがローピンのいいピンが両者に切れている、カンスーピンとカンチーピン、圧倒的にカンチーピンの方が可能性高いですしね、うん、でさあこちらリャンシャンテンに戻した秋、イーマンは両者に、いや比較的打ちやすいんですけど、打ったところで上がりがあるのかどうかってことですよね、はい、うん、そもそもがリャンマンは取ってる。いやー怖いとこもう抜きますかね、パンピン。いやこれで、まあそうですよね、放置したら終わっちゃいますもんね、このハンちゃんが。嘘きついもんね、バクチさんに一発はきついか。
あ、C ピンなくなった。これは和久津さん大ピンチ。6級ピンはまだ3枚あるはず。しかもね、高めのローピンが2枚ありますよ。あれ、いい、あー、いそうか、あー負け、チーピンあたりか。3個、うん、さあ、和久津追い込まれたぞ。てか、マイカーさんもね、なんとか形キープしてて、天杯まで行きたい。うん、3走も通ったんでね、はい、今も比較的今ノーチャンスなんで、割と打ちやすいですし、はい、わっと、これでいいシャンテンだ。パーピンはバニー、あー、ないんだ。ただチューンありますからね。チューンが1枚、嘘はなさそう。嘘はない。1枚しか転敗できないのはきついね。でもまあポンできますか。おー、転敗った。カンバーすごい。あ、これリーチ行ってもよかったですけどね。そうです。なるほど。はい、行っといた方が良かったかもしれないです。さあ、履いて。いいな、色。うわぁ、大谷さんもきついな、これ上がれないの。ワンパイに2枚。しかし、相川よく粘ってテンパイ入れました。そうですね、本当にそうですね。これでまだまだトップ戦線を睨んでいくこともできる。むしろね、点差が変わらず、はい、供託増えて、いい条件はちょっとだけ緩和されましたからね。そうですね。さあ、何の2局1本馬、供託のリーチ棒が2本、相川にとってはここはしっかり上がっておきたい局になるかもしれない。親は和久津です。いいぞ。まあでも形は、うん、めちゃくちゃ高打点は狙えますけどね。はい、ね、魚谷は一メンツ。お、もう泣いた。トンからいった。まあ、強託あるっていうのも大きいんですか。あげないぞと。まあ、ただこのトンポンする予定だったら数ピンから行かなくてもよかったかもしれないです、ね、数ピンから行ったからゆっくり行くのかと思いましたけど、はい、トンから行くんであれば中チャンパイ残して上がりを前面に見ていくような、うん、やっぱりね、3ピンとか9ピン引いて、はい、パーマン9万ポンして両面待ちとかができますからね、はい、気もいいですね。2メンツですね。そして相川どうだ。ネックは残ってるが、まあ、ドラか3ピンかどちらか勝負になりますね。ただここはね、いいシャンテンだ。これウォーターに仕掛けて上がるのも十分ありですか。強客2本あるんでね、泣きたいですよね。まあね、ウォーターにさんもね、数万ローマン重なればもうもっと魅力的ないいシャンテンに変わりますけど、これは6球満仕掛けてイーシャンテンからイーシャンテン、こうさらに広くなります。難しい。いや、カンウーマン払う手の方が有力に見えますけど、やっぱりね、急走とか引いたカンウーマンのテンパイがそんなに魅力じゃないですからね。ここ外していきましたね。まあ、仕掛けたくないけど仕掛けも効きますしね。効きやすい。うわ、これ9万ポンだ。すごいな。これ止まんないですもんね。うお、何みたいな。狭いとこで作りました、ね、これちょっと本一見えます。見えちゃうかもしれないですね。スーピンの後何泊で、はい、強引にマンズ集めてるような気しますもんね。この数万がもうちょっと行きづらくなりましたね。さあ、町はいい数層です。うわ、両面でしか当たんないです、急層は。ああ、ただ念のため。うわ、危ない。いた。しかし大谷もいいシャンテン。いけますかね。5800だと思って踏み込めるかですか。数万ですね、うん、うわー、数層だ。まあまあ、マンズが怖くなっちゃいましたね。ここは和久津さん技ありでしたね、はい、9万チーが、うん、そうですね。さあ、和久津の上がり、トン1500は1800の上がり。この1800は相川にとってはずっしり重くのしかかってきます ね。なかなか9万チーできないですもんね、ん今の形から。しかもイーソー1位切れですからね。イーソーションパイならね、9万チーになるとイーソーポンしてイースーソーとかもありそうですけど、まあ何でも自由自在にやってきますね、この和久津。
さあそして連チャンに成功してチュンが統一、いやリャンピンも統一で、いやすごい、まあ、打点こそね面前じゃないときついですけど、三色同行は見ないと。見ますけどね。すいません僕も見ます一応ね、はい、一応だってどうせトイトイにしたいし、トイトイをマスナゴにしたいから、はい、けどシャーカーチーズが切るかな。相川大質も出迫が重なる。でも第三元みたいな感覚で、はい、リャンソキって言ったからリャンピンポンしやすいじゃないですか。まあいやそこまで読むことって少なくない逆に立場で警戒度が確かにだいぶ違いますよね。あれだよね、リャンピンポンって言ってなんかいらなそうなリャンソーが後からテックから出てくるとリャンマン切りづらいなっていうのはある、ね、ありますよね。いらなそうなリャンソーあれやつイーソ切ってるけどなんでこんなリャンソー出てくるんだろうみたいな。さあこの曲はどう、おっとこれは本一に向かう。まあでもそうですよね、そうせざるを得ない状況ですよね。もう2万5000点弱の差ですから、はい、大谷はピンズか、しかも本一でなおかつ面本チートイとか面本にしたいですよね。面本チートイ見えそうですよね、うん、おー切らない選択、一色でも見てますねこれは。自敗残して一色ですよ、チュン、しかもワクツが欲しいチュン化されましたね。あ、これは大きい。ワクツのスピードはだいぶ落ちましたね。はい、これは決まりそうですね。ここも寄ってるし、ここも寄ってるし、おっとここはまずは初から、うわ、まあ、うわ、メンツでも見えちゃいましたね。これポンはどうですか、チュン博。いや泣きたくないですね。1枚は泣けない、ね、2つとも泣けるのが約束されてればいいんですけど、うん、これ3900やっぱりダメっていうか、はい、その求めてないんですよ、点数状況で、はい、うん、漫画上がってもまあ残り2曲、ね、瞬間、うおーといといった。ただこれチュンがもちもちなのは靴は厳しいぞ。まあ、2枚目だったんですね。うん、なるほど、これはあんこになってた白だった。まあでも何はともあれ、ウーマン先切りたい、うん、まあ切りたいですね。白から相川どうするか、泣いた、泣いたか。まああと3曲でという感じですか、はい、まあチュンも泣けるかもしれないしということで、ここは仕掛けていった。まあ確かにね、5200でも上がれれば、うん、残り2曲満願で OK ですもんね、ツモならば。はい、そうなんですよね、泣かれてしまうと次秋ウーマンが行きづらくなるからね、やっぱウーマンから行くかなと思ったんですけどね。ポンテンだ、リャンピンとチュン、おー、ウオタニも負けずとチーズ、ウオタニさんこれだって自敗、あでも通ってんのかしら。ただチーピンポンはそんな肝でもなさそうなね、ローキューピンチールも一緒だから、ローピンがないっていうことですか。あ、ローピンポンか、うん、あ失礼しました。いやいい、相川ドラ、まあ、当たったら今期の女流日本シリーズが終わってしまってもおかしくないレベルのいいピンですからね、はい、しかし抜きましたね、打ち抜きましたね。逆にまあでも上がれなくてもトップ取れなくても終わってしまうぐらいの覚悟が思ったっていうことですよね、うん、はい、今の打敗は。いやすごいですね、それが切れるのが前向きに。それを切られてしまうと秋はいけないですよね。もうこれ魚谷から今 手出し入りましたよね、うん、いいピンを合わせる格好にはならない。パーピンポンだ、でウーピンが1枚切れの鎮逸の短期か、1回はシャアの短期か。いやーチーピンを自分でポンしている、ここはウーピン短期。そうですね、3ピン引いてリャンウーピンとかも選べますからね、うん、はい、サブローピンにはしたくないですもんね、ローピンポン入ってて後の変化も見て、ここは一旦愚形ではありますが、まあ、あと万が一このまま上がれた時の打点が大差すぎますからね。そうですね、3球なのかハネマンなのか、はい、うわもうこの手で総付きんなきゃいけない、秋さんもきついですよね。うーん、これだとまだ転敗していない。ただまあチュンだけは切ることないですね、はい、自分の打点アップに必要なわけですから。そうですね、ポンだ、シャンポンに受けるありますか。
シャンポニ受けそうですよ、ね、打点だ。まあでも1300、2600でもまあよしと。リャンマン、パーマンがない。ちょっとチュンが期待できなさすぎますもんね。ですいやー、あーでもここはシャンポンだが、しかしこのシャンポンの方が意外にいいみたいな。3万2枚、うん、リャンパーマンはリャンマンが和靴にあんこで、パーマンはすでになくて、まあさすがに3対2でしたか。はい、うん、さあどうだ、3万あるぞ。3万だ、相川ここは素晴らしい、まあ、この可能性を残しましたね。はい、はい、日本馬1500、2800のつも上がり、ギリギリその可能性を残します。さあ何の2曲は靴が一つ抜け出して、ラス前何の3曲に移ります。親は魚谷、ドラはトンです。あれいい、うん、いいですね。急走から2メンツ、秋は1メンツ、まあ、普通普通だね。相川、いやでもね、満貫級なんです。いや三色一通、どんなに安くても1300、2600ですね。枠津さんと6000点差詰めて、満貫積も条件残さないとですね。はい、いや、どうしますか、井川さんは。うわ、ちょっとね、まあ、これね、裏ドラにかけるわけにいかないですから、はい、そうですね、一通か、想像のいいペイ効果とかですか、はい、まあ、単野を面単品ぐらいになればね、とにかく数品が欲しいですね、まあ、数品はめっちゃいいですね、はい、数品が嬉しいとか、想像でいいペイ効果できるとか、このイーシャンテンはでも3色はないですからね、はい、はい、椅子を切っていく。これリャンマン重なっちゃったらどうします。面ピンズも裏勝負、裏勝負はちょっとしたくないですね。まあまあね、まあでも裏勝負と振り点に受けて数ピン勝負だったら裏勝負の方が良さそうな気はしますね。あ、これでドラ短期ですか。あ、なるほど、これはもう目いっぱいドラ短期で、ドラはまだ山に2枚あるぞ。さあ、いかは大事な一曲。スピード的にも、まあ、魚谷が迫りつつはありますが、うん、まだイーシャン、うん、イーシャンテンなのは相川ただ一人。秋の手もちょっときついですね、受けが多くて打点もちょっと見えづらい、うん、枠つも白が統一ですが、まだ自敗を貯めて、ここはのんびりとした進行。これはいいシャンテンですね。さあ、これでいいシャンテンになる。面単品、相川これ以上引き離されるわけにいかない。早くリーチまで行きたい。テンパイ取らず、そのドラ重なった時だけ頑張るみたいな形ですね。うん、ドラ切る気もなさそうな感じですね。まだドラは山に2枚あります。相川転廃できるか。なぜ、何をやっている早くリーチまで行かないと来ちゃう、来ちゃいますよ、魚谷が。まあ3走きついですけど。あ、なるほど。あ、これで待ち替え、マンズは何だ、何マンだ、振り返れる。1万サブロッキューマンとウッパーペにするか、はい、まあ、3万とかを切って手広くすることも。おお、打点重視。おお、サブロッキューマンきついっていうことですか。引いて9万ならいらないと。うん、まあ、でもリアンソー、なんかとりあえずリアンソーってなっちゃいそうですけどね。換算像の情報もないですからね、怖いですよね。はい、換算像がいいっていう情報が何もない、悪いっていう情報もないけど、広さよりも
まあ、広さというより方超もうすぐ乗っちゃうってことか。ほうほうほう。あれさあ、いかはこなに。ただこれはいや1通トン両天秤はちょっときついです。これででも地層と水層引きでリーチっていう幅が広がりましたね、はい、実際ちょっと薄いですけどね、その辺。ただ依然としてドラのトーンはまだ山に2枚あるぞ。さあ転廃できるか、しないな。枠2は結局まだやっぱりトンが重なってないだけに目いっぱいは広げてこない。さあ魚谷どうだ、これで両面変化だ。これはちょっとやる気になりますね、一気に。いやどうして、どうして、どうして。来たー、来てしまった。この時が出てもあるけど勝負リーチ。これ相川数層引きはまずい。やっと来てね。あ、そしたら3面、はいはい、4面ちゃんか。うん、さすがに先生も入ったんでトンの重なりあるぞ。ありますね。トン短期の追っかけでも十分上がりある。あ、もうこれリーチでしょうがないですね。リーチですね。連想2枚切れだけですもんね。もう怖いですけど、うん、はい、さっきの曲の E ピンよりはまだ打ちやすいような気はします。うん、脳天からの E ピンよりは。はい、今曲は自身が天敗。まあ、引かれてももうね、うん、4戦ほど引かれちゃってももうトップが絶望的な点差ですから、はい、さあ、あ、ここのタイミングで重なる。リャンウソで追いつい、リャンウソで追いついた相川サブローさん積もられてしまった。これは強烈だ。すごいね、パーマン切りが見事すぎましたね。いや、すごいね。まあでもリャンソー切っても数層引っ張れれば結果は一緒の可能性もありますけどね。メンタンピン一発つもイーペーコー6戦オールは、これは相川さんも秋さんもまだ秋さん OR だけね、はい、チャンスはありますけど、心がポキッといきそうなね、まあ、トップ必須のこの11回戦相川、これは大きく引き離されたラス目になってしまった。残りは最短であと2曲。しかもきついのが、はい、ワクツさんがもう2着キープで、うん、もういいですと、うん、OK ですってもう確実にしますから、魚谷さんの連チャンはもう嫌ですよと。加点は、いやいや連チャンは嫌じゃなくて、あの、はい、相川さんと秋さんに逆転されて3着落ちするのが嫌ですよっていう風に、はい、なのであの無理に羽つもとかしてトップ狙いってしてこないで、羽つもが見えるイーシャンテンとかでも手堅くポンテンチーテンで3900とか上がられちゃう状況なんですよね、うん、はい、そんな状況においてワクツの手がまた来ましたね。そんな状況においてワクツの手が、これなんかもう三品緩和したいよ、ね、これ面前でね、うん、ローソーローマンチーピンって引けば羽つも見えますけど、はい、チーすることも、カンちゃんからはチーとかっていう可能性が出てくるんですよね。さあ魚谷これでチー統一イーシャンテン、うん、チー統一になりそうですけどね。秋はあまりにも厳しい、まあ、国試やりながらですか。これは本一、うん、六七、うん、本一、ああ言った通り、辛いですね。まあこれがこの展開は枠、失礼、まあ、自分のテーマに考えたら必然の地位っていうことなんでしょうね、うん、はい。いやしかし厳しくなったぞ。これ本一いったらローマンチーマンも打たれますもんね。うーん、ただあーこれ出ちゃうよ、出ない。うん、まあなんか2枚切れだったんでね、はい、はい、あれあれこれローマンチーマン、うん、リャンソー2枚切れですけどね。リャンソー2枚切れ、本当だ。それはあれ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 、でも枠津さんがペーカーさんだから小数字きつい、きつい。なんが3枚切れだ、あー本当だ。何よりなんがなかった。まあ面本チートリとかの方が可能性あるんですね。枠津も上がり目なしですか今。まあ3層とか持ってこない限りきついですね、うん、相川さんほんのちょっとチャンス出ましたね、全体的に。まあ確かにね、カンローマンは不安な多発でしかないですもんね。残っても危険牌の、ただ初が今局は一応手に入っています。あれこ
これ満場打ちやすくなりましたからね、ウーマンチームも打たれたんで。確かに、ということで打ち出していく。マクツこのままだとかなり上がりまでは厳しい形です。まあ秋さんがペイ切ることはよっぽどなさそうですからね、手配的に。となると魚谷がチャンスなのかもしれない。これはまあそうですね。あれおっと来た来たか来てますね。もうなんかよく分かんない形になってきてますけど、まあ667で2メンツできれば上がりですか。そうですね、分かりやすく言えばピンズを引いていきたい。さあスーピンメンツ店に行きますか。リャンピンを期待できない。まあリャンマン2枚切れなんで打っといてっていう手もあるし、イーマンが振り点チート打つだけにしちゃう手もあるし、あーメンツ手だ。へえ、なるほど。あーチーした、これでローピンのくっつき。いやー面前で頑張りたかったですけどね、点差的に。バニ3枚目のウッパーピン3万6千差ですか。結構ね。まあだから一回ここは2着で最後3連勝狙おうっていうことですよね、この地位っていうのは、はい、まだね枠内さんとは1万7千差ですから、マンガン上がれれば誰から上がってもマンガンツモで2着ですから。はい、おお3増引けた。ここは目いっぱいに構えます。まあ、リャンスはかなり残しやすいか。うん、2人の現物でなおかつですもんね。これはチーテン入りますけど切らない、さあ大谷はメンツでのいいシャンテン。これでワクスさんもきつくなった。なるほど。あでも打たなかった。振り点残しましたね、イースーマンそのまま。いやー、アキさんもうこの手はダメか。ツーピン切るほどには。スーピンもきついですもんね。うわー、しかしチーピン引いてきた。大谷さんが間に合っちゃったってことですね。テンパイの時は言いそうになりそうですね。そうですね、想像したは相当危なそうに見えますけど、一色手にも見えなくもないですか。いや、天敗それわ、コンチーピンは1枚かな。いや、2枚、あ、1枚か、フードに入ってる、うん、はい、1枚ですね、はい。これで言いそうでもおかしくないけど、これは、まあ、最終手出しの連想がありますからね。ちゃんと見てますね、まあもちろんですけど。さあ、チーピンあるぞ。逆に枠津さん瞬間チーピン止めらんなそうじゃないですか、これ持ってきちゃったら。うん、アイカーは、ああでもなるほど、ドラが見えてないだけにかなり警戒してるんですね。うん、おー重ねたぞ。ただイーソーも振り点イースーマンの振り点は解消できましたが、3万が一番打ちやすいですからね。3万、いや、いい粘りですね。はい、はい、まあ大谷さんはね、もうこれ脳天で親落ちてもいいですからね、この曲。はい、さあスチーピン変化ですが、これ実際枚数は増えません、スーピンもありません。うん、じゃあただただ相手にピンズ余ったのが見えちゃうだけの。ああそういうことですね。そんなつもと、このパーピンでワクツもひょっとしたらチーピンいよいよ止まるかもしれない。いや相当止まりそうですね、今度は。枠内からの直撃が今一番嬉しい場面かもしれません。まあそうですね、はい、あ無理だよ、無理ですね、止めようがないですね、これはこれ止めようがない。初1000は1300の上がり、いや無情だ。初出場の愛川はなんとも厳しい日本シリーズになっている。さあ秋にとっても大事な親番です。なんの4局2万400点持ちは3着目、ドラは両ピンです。一目悪そう、悪い
まあこれは悪いですね。まあけどまあ 1,2,3 とか可能性があるだけまだ、はい、こう打つのがいいですね。アイカーはうわードラドラめっちゃあれ形もいい。これもさあこっちにはなん。いやしかもこれ大谷さんが仕掛け始めたら和久須さんドラドラでも手配放棄して大谷さんどうぞってする可能性ありますから。なるほど、うん、そうですね。もうちょっとトップは絶望的な点差ですからね。バイマンツモは、まあ、若干ね6チップは3色までいけばバイマンありますけど、はいはい、じゃあ果たしてバイマンにするためにリーチ打つかって分かんないですね、うん、それよりも逆にこう自分が3着落ちしてしまう可能性の方が確かに高くなんか見えますね、うん、親が秋だけに秋が1回連チャン始まるとちょっとね、はい、あしかしチーピンに続いてチーマンってもう上がれ上がれと言わんばかりにツボが押し寄せてます ね、 そうですね。数万だけはチーしても、うん、はい盤石の構え上がれ上がれと言われている。これも残すもうね3色は見切って、うん、バイマンを見ないということになるともうこれは当然やっぱり数万仕掛けてというのがかなり濃厚になりました ね、 でしょうね。この段階では仕掛けますよね、うん、はい。うわーなんかこんなに伸びるならパワーマン持っていてローマン引き待ってもいい気もしますね。そうね先制でね早めにバイマンのリーチ打てるならね。うん大谷さんもね満直 OK とか言ってまっすぐ来る可能性ありますからね。でハネマン打っちゃったみたいなのも、まあ、なくはないですが目いっぱいのいいシャンテになっているわ。あれこれはもうちょっと秋さん対抗できないですか。はい、ドイツのレアンシャンテンポイント上位の2人がもう盤石のいいシャンテンです。これはきつくなったぞ。しかもうわーリーチだリーチに行きます。枠ツイースーマンのドラドラしかもね大谷さんが降りるとは限らない。まずはペイ切ってなんか一応現物ですがどうするかといったところ秋はまあローマンを押すしかないですか、うん、はい。もうこれ降りてられない親ですからね、うん、そうですね。 E マンが山に1枚数万が3枚一発つもの30006000裏は裏1枚一本足らず。そうですねリーチ一発つもタンヤオドラさん3,0006,000 のつも上がり。いやーイカは秋にとっては厳しい11回戦。さあこの上がりで11回戦が終了です。トップから魚谷続いては靴二階堂秋アイカーの並びで終了しました。続いて12回戦です。